朝霧源のジーマーでごいすレディオ、リスナーのみんなお疲れちゃん。今日の質問メールは石神村のスイカちゃんから。源のマジックはどんなことができるんだよ。なんでもできちゃうよ。コイントリックとか生体模写、メンタリズムで女子が大好きな占いもね。あと誕生日当てたり、俺宛てにメール、心理本は超絶ゴミだったがな。ってこれ絶対千空ちゃんどいひー。次回ドクターストーンザ・トレジャー、いやーそそっちゃうよね、ジーマーで。